あ、行きましたね。はい。始まりましたね。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。IT 社長養成学校のタコです。山崎です。いやー、今日は何ありますか？で、まあ、決まってますよね。もう話すことは決まってます。あと1分後ですね。はい、1分後ですか。はい。で、1分後くらいから始めましょうかね。そうですね。いや、山崎先生とちょっと、はい、ライブするのも久々かもしれないですね。1分後くらいから始めましょうかね。うん、久々ですね。お久しぶりです、本当に。うん、もう、二人でライブは結構、まだ、あんまやってないですよね。何ヶ月ぶりかですよね。うん。はい。で、今回はね、LINE の専門家と LINE の専門家のまた対談っていうところで結構ね、はい、まあ、いろんな新しいノウハウをまた話せるんじゃないかなと思いまして、はい、皆さんもね、ちょっと楽しみにしておいていただきたいなと思います、ね。いや、今日は本当すごいですね。すごいですよね。はい、きっとね、めちゃめちゃすごいです。うん。で、今日は、LINE アットかける、インスタグラムの、はい、まあ、集客術というか、はい、そうですね。そういったものについて、まあ、中心にちょっと話していっていただくということですね。はい。うん。で、なんか、ね、お、もう19時ですね。確かに。19時で。あ、徐々にね、はい、視聴者数もちょっと増えてきましたよね。はい。うん。まあ、今回はその、インスタ映えしないとか、ね、そうです、まあ、簡単な、本当に1分ぐらいでね、作れる簡単な写真とか、はい、まあ、動画を使って、インスタグラムを使って、爆速その、的にこう集客ができる、まあ、そういった方法があるというね、はい、ことを聞きましたので、まあ、その話についてね、いろいろと山崎先生に、ちょっとノウハウをね、はい、聞いてきたらなと思いますね。特にこうフリーランスのコーチの方とか、うんうん、まあ、カウンセラーの方とか、うん、まあ、コンサルタントの方には非常に効果的な集客術になりますよね。うん、そうですね。今本当にこう集客が困ってて、うん、今すぐにこう集客していきたいとか、売り上げを上げていきたいっていう方には、もう特に、まあ、さらにおすすめかなと。ということになりますので。まあ、最後まで見てくれた方には、はい、まあ、そういった方限定で、はい、もう本当に有料で、プレゼント実際に、うん、販売してもいいような商品をプレゼントしていただけると。はい。いうふうに聞いてますと。ちゃんと用意しましたね。本当に。この、ね、ライブのためだけにね、用意していただいたということですから、そうですね、ぜひ、楽しみにしていただけたらなと思います。受け取り方もね、このライブでしかお話ししませんので、このライブを見てない人は受け取れないということになってきますのでね、聞いていただきたいと思いますね。ちゃんと見といてください。はい。はい。ゆうじおのさんが今日は、あ、おのさんですね。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ゆきのさん、こんばんは。来てますか？いろいろとコメント。はい。小顔サロンゆるりさんですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回のね、視聴の仕方、今もう続々とね、コメント来てますけども、うんうん、まあ、今こういうふうにね、カメラに向かってね、ちょっと話を、はい、まあ、してる状態なんで、まあ、できる限りお客さんとこうね、まあ、ライブだからできる、こう、双方向のやりとりっていうこともね、うん、やってくれたらと思いますから、ね、コメントもしてほしいですよね。いや、ぜひぜひね、コメントしてください、うん、皆さん。コメントのやり方がちょっとわかんないよっていう方は、うん、まあ、多分 LINE で、URL こうやって送ってると思うんですよね。見れますかね、こうやって。こうやって見えてる？光反射してる？ちょ見えてないですね。URL 送ってると思うんですよ。で、URL を普通にタップしていただいて、そしたらですね、右上にバッテンってあると思うんですね。LINE で開くとバッテンの横に近くの矢印があるんですよね。うん、そこを押していただいて、サファリで開くってやれば、コメントできるようになりますので、お、原田さん、ありがとうございます。早速、原田です。そうですね。ありがとうございます。っていう感じでコメントいただいて、なんかこう、コミュニケーション。まあ、実際ね、はい。私たちの話聞いて、まあ、聞きたいことがあったりとか、まあ、あと気づきとかね、学びなんかもこうシェアしていただくと他の方のね、役にも立ちますし、そうですね、まあ、自分の勉強にもなりますし、うん、あ、私たちも、あ、ここ理解してるんだなとか、理解してなかったらもうちょっとね、突っ込んで話しようかなとかね、はい、いう形でやっていきたいなと思いますね。お、結構、続々とね、参加者も増えてきましたね。はい、129名ってことで。お、かなさん、お久しぶりですね。こんばんは、お久しぶりです、うん。お久しぶりです。原さん、よろしくお願いします。カズヤン、カズヤンさん、よろしくお願いします。お、関さんも、ありがとうございます。やっぱこういうふうにこう、なんか、うん、挨拶くれると、そういった方覚えますか？ちょっとひいきしたくなりますね、これは。本当に覚えます。いつもは見てくれてる人なんだなと思ったら、うん、なんか、その人だけにね、なんかこう、話とかもいろいろできたりするじゃないですか。その人ベースに話したりとかもできるんで。で、ね、はい、で、まあ、早速ね、ちょっとまあ始めていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、今回、まあ、山崎先生の LINE が、ね、LINE 登録してる方と、はい、まあ、うちのね、まあ、IT 社長養成学校の方もね、
見てらっしゃいますと。はい。で、まだその山崎講師のことをね、まあ、知らない方もいらっしゃると思いますので、なるほど。簡単に今どんな活動されてるのかとか、はい。まあ、自分の実績なんかもね、ちょっと、紹介していただけますか。はい。わかりました。あ、皆さんコメントありがとうございます。はい、舞さんこんばんは。堂本さんもこんばんは。お、坂本さんもありがとうございます。お、結構、ゆうこさん、山崎先生、こんばんは。ありがとうございます。結構皆さんコメントいただいてるので嬉しいです。で、僕今何してる人なのかと言いますと、まあ、その LINE とか SNS を使った、まあ、マーケティングとかね、集客から売り上げアップを、こうフリーランスですね、特にフリーランスの方とかをベースに、まあ、その集客から売り上げアップっていうところのお手伝いさせていただいてて、今まで3000人以上ですかね。結構見てますよね。はい。だいぶ見てきましたね。3000人以上の方々の、そのマーケティングに、SNS のマーケティングに携わってきて、その東証一部上場企業さんであったりとか、結構著名人であったりとか、そういったところにもアドバイスをさせていただいたりとか、させていただいてます。ね、この LINE と SNS を使った、まあ、オムニチャンネル戦略ってね、はい。まあ、ぜひね、言葉を覚えておいていただきたいと思いますけどね、いろんなこう SNS のメディアを組み合わせて、はい。無料で集客する専門家ですね。そうですね。コストをかけずにですね。うん、それ言うのは忘れてました。ね、まあ、どっちかというと、コストかけてね、やっていくマーケティングは特にこう、まあ私の方がまあ一般的にまあ得意な方なんですけど、はい、山崎先生は特にこう01ですよね。そうですね。全くゼロの状態からもう本当に無料集客でこう100万からね、だいたい300万ぐらいが多いですね。ぐらいですね、うん。それぐらいですね。だからまあ年商で言うとまあ3000万ぐらいまでは全然この SNS の集客でいけるので、うん、そうですね。まあそこまではまあ持っていく、まあ専門家っていう感じですかね。うん、はい。どっちかというと私の方はこう100っていうかね。ああ、また、加工さんは、はい。そうですね。その、まあ、山崎先生がいけたやつをさらにこう、レバレッジかけていくっていうところが、まあ、どっちかと、まあ、専門かなっていうところで、ただ、こう、多くの方はね、うん、まあ、01の方がやっぱね、重要なんですよね。まあ、そうですね。本当そこが一番くすぶるところなんで、そこがね、脱出すれば別にそこから売り上げ上げることはできるかなっていうところなので。そうですね。この、まあ、01をね、まあ、作っていくために今、最も、はい。最も熱い。はいはい、ね、熱いです。媒体がまあ何かというと、もう言っていいかな、はい、もう言っていいですかね、これ。インスタグラムで言うんですね。はい、そうですね。はい。うん、まあもう多分みんなにLINE とかでめっちゃ言ってるんで分かってるとは思うんですけど。そうですよね。すごいコメントをたくさんいただいてありがとうございます。こんばんは。こんばんは。結構来てますかね。結構来てますね。インスタ集客興味があるよって方ぜひね、コメントいただきたいですね。そうですね、うん。どれぐらいいるのかちょっと聞きたいな。興味があれば結構ね、そのノウハウを、はい、まあ、掘り下げて喋っていきたいなと思うんですけどね。本当このインスタが今本当にやばいんで。なんかすごいことになってるらしいですね。すごいです。ちなみにどんな感じなのかちょっと教えていただけます？いろんな方のちょっと、どういうふうにこうインスタで、どれくらいの実績上げれるもんか多分イメージつかないから多いと思うんですよね。例えばうちの生徒さんダイエットとかやってる方だったら、今8万フォロワーいて、年間3600万ぐらいインスタだけで売ってる方がいらっしゃる。インスタだけで 3000?、はい、3600万ですよね。3600万ぐらい。インスタその1アカウントだけですよ。1アカウント、はい。1アカウントだけで、うん、その人がホームページとか持ってるわけでもないし、コピーライティングがうまいわけでもないし。ホームページも、はい、コピーライティングのそういったスキルもなくて、そうです、そうです。3600万が売ってる。で、別にセミナーとかも一切しないんですよ。あ、セミナーもやってない？やってないんですよ。うん、ただ、インスタを使って、決済こちらですよって、まあ、やり方はもちろんあるんですけど、うん、決済こちらですよってその URL 送って、それで、だから2ヶ月に1回募集して、6万の商品なんですけど、それが一気に、100件とか100人なんですよ。2ヶ月に1回に毎回。そうなんですよね。まあ、そこからバックエンドとかね、販売していけばさらに売り上げ、まあ、さらに売り上げ上がりますね。よく行っちゃいますね、それ。その人は売ってないですけどね。まあ、それで。定額商品で3600万やってるって、はい、それ逆にすごいですね。すごいですね、うん。なんかもう別にそれで十分っていう方ではあるんですけど。うん。うん、で、フォロワーもすごい、もう半年間で1万フォロワーとか、あ、全然いきますね。売り上げ数百万とか結構ざらにあるそうですね、はい。そうですね。で、ここでちょっと間違ってほしくないのが、うん、あ、皆さん興味ありますですね。葵です。よろしくお願いします。興味ある方多いですね。興味ある。おー、もっとも熱い。インスタ熱いっすよね。確かに。山崎先生、お願いします。お願いします。そうなんですね。興味ある。で、皆さんもね、覚えとってほしいんですけど、やっぱり今からあれですよね。このマイクロインフルエンサーって言われるね。はい。やっぱこうやってインフルエンサーを活用していくってことも大事ですし、うん、まあ自分自身がそういった、こう、影響力をつけていくの重要ですよね。いや、めっちゃ重要ですね。しかも今、うん、インスタがその、なんていうんですかね、昔 Facebook が流行った時期ってあるんですよ。まあ、うん、最初にやり始めた人たちっていうのが、あと、なんか、サイトアフィリとかがめっちゃ流行った時とかも、うん、その、本当に今参入したらめっちゃ売り上げ上がりやすいっていうのがこのインスタなんで、うん、で、さっきなんかその半年で1万フォロワーとか、
まあ、3ヶ月で5000フォロワーいけるっていう話したんですけど、うん、だから僕らが今回お伝えするやり方っていうのが、その外国人と か, なんかそういうのを使えば、うん、あの3ヶ月で1万フォロワーとかいけたりするんですけど、うん、そういうのとか一切なしにちゃんと集客で売り上げが上がる、まあ、つまり見込み客ってことですね。うん、そのやり方を、まあ皆さんに今回シェアしていこうかなって、結構ノウハウ溜まってきたんで、僕まだ YouTube でもそんなに、インスタってめっちゃ話せてないんで。うん、このライブはもう本邦初公開ではないけども、はい。初公開に近い形で。あ、近い形です、ね、ですよね。結構こんなに大人数で喋るのは、久しぶり、久しぶりなんで、最近セミナーとかも一切やってなかったですし。そうです、ね。もうだって230人ぐらい見てますからね。やば。どんだけみんなインスタ興味あんねんって話じゃないですか。はい。確かに。もう、ワクワクって感じですね。あ、自動ツールとか全然使って。ちょっと長さのやめまでですか。ワクワクって俺、体張って今ギャグやってますから。見てなかったです。ね、ちょっと、拾っていただいていいですか。はい、お願いします。はい。で、結構このインスタなんですけど、うん、こう、ジャンルというか、はい。なんか、ダイエットはなんかいけそうな気がすると思うんですけど、はい、どんなジャンルがいけるかって、こう、私関係あるんかなと思ってる人も多分いると思うんですけど、どうなんですか？みんな結構できると思うんですけど、まあ、まあ、できないっていうと、もう最初にできないって言ったのが、例えば、B2B とかの、なんか、鉄鋼とか。あ、鉄鋼なんか、そういう、そういう、まあ、工場。B2B ってね、まあ、要は法人向けの、はい、まあ、営業で、なおかつ、まあ、大企業向けとか、うん、そうですね。まあ、そういったものは、まあ、なかなか難しいとは思うけど、まあ、うん、まあ、実際いけるジャンルで言うと、いけるジャンルで言うと、もう本当に、英会話もいけますし、うん、まあ、語学系は全部いけますね。まあ、そうですね。語学系は全部。英会話、非常に売ってますよね。FX とかも結構売ってますもんね。はい、全然それも、うん、例えばね、投資系も全然いけるし、うちは不動産投資の人も全然いけてますし、で、治療院系も全然いけます。治療院なんかも、ね、意外にすごいいけるんですね。いけますね。うちで鍼灸院やってる内妙さんっていう方もいらっしゃるんですけど、たった300フォロワーなんですけど、300フォロワーで、もう6人ぐらい来店来てるんですよ。やばいっすね。そうなんですよ。しかもそれ作り上げるのって、本当数日ぐらいなんですよね。数日ではい。全然できるんですよね。集客の仕組みはできてきてると。そうです、そうです。いうことですね。うんうん。あと、ま、女性起業家なんかも。あ、もう余裕ですね。っていうか、ま、むしろ女性しか無理だと思ってる人も多いですよね。あ、まだ。結構ね。まあ、後から話するけど、ね、はい、映えないとダメって言って。まあ、山崎くんとか映えてないじゃないですか、全然。全然映えてないですね。全然映えない。はい。映えなくてもいける。そうです。いや、逆になんか映えてると、例えば、まあ、僕らもめっちゃ考えてですね、なんかこう、インスタ映えをしたらもちろん、やっぱこう、いけるっていうのあったりするんですよ。うん、でも、そういう人たちってなんか可愛かったりとか、もうそれこそなんか、モデル系とかグラビアアイドルとか、なんか昔、まあ、男性。よくありますよね。はい、うん。あるある。そういうのが非常に多いんで、でもそういうのって再現性ないし、真似できないじゃないですか。そうですね。僕が別に。可愛いさ、はい、女性。で、すごいフォローオルスト見た男ばっかだったりとかね。あ、めっちゃありますよね。自分は、いや、女性起業家の、うん、あれをしたいんだけど、着てるのはおっさんばっかりとかよくありますよね。全然あります、全然あります。まあ、これだとあんま意味がないと。うん。要は、まあ、僕らは綺麗事抜きで、はい。見込み客をどうやって集めるか。そうです、そうです。ちゃんとそこから集客して売り上げが上がるっていうやつですね。その人たちを、まあ、どうやって集めるかですね。そうです、そうです。要は、濃いフォロワーをどうやったら集まるかってことを今日話していただけるってことなんですね。今日、はい、話します。さあ、激アツですね。いや、本当楽しみじゃないですか。ちゃんと見といてくださいね。楽しみの人はね、ぜひコメントしてあげたいですね。うんうん、うん、あ、ぜひちょっとね、見たいっていう方はね、嬉しいですね。あ、これ最近インスタに関連した自動ツールが販売されているが、うん、それよりもすごそうなノウハウが出てきそう。いや、もちろんですよ。うん、あ、むしろツール、うち一切使わないんで、ツールとかなしです。で、一応。これがあったらいいと。あ、そうです、そうです。これ、はい、これ。ツールよりも強力なのは、これ。親指。親指です。親指。親指のがむしろいいってことですよね。まあ、そうですね。1アカウント1日20分ぐらいでいけるので、うん、ツールとかは逆に使うとアカウント停止のリスクがあったりとかもありますので。結構そういった、ツールに対して規制が厳しくなってるので、うん、逆に使わないでほしいですね。変な、結構有料ツールありますけど、あまり使わないでいただきたいなと思いますね。うん、いや、あれちゃって、しかもどれもなんかバンされたりとか。そうなんですよ。だいたいツールを販売してる、方は、うん、多くはツールを売ってる人だけが儲かるっていう鉄則がありますから。間違いないですね。だいたいもう自動売買ツールってもだいたいそうじゃないですか。そうですね。うん。ツール売る人は儲かるけど、使う人はだいたい儲からないっていうのが。まあ、多いですね。多いですからね。うん。だから一番確実なのは自分の親指でやっぱ再現できる、まあそういった実践的なノウハウが大事だっていうことですね。はい、そうです、そうです。じゃあそれ、山崎先生、じゃあそれ、トイレで実践してもいいってことなんですか？お風呂でも大丈夫ですね。お風呂でもいける。お風呂でも大丈夫です。あ、防水してたら大丈夫ってことですか？あ、そうです、そうですね。
お風呂の中につけてもいいわけではないですけど。あ、じゃあこう。寝そべってこうしてもいい。そうです。お風呂でも OK ですし、別に布団でも。まあ、携帯あればどこでもできるってことですね。うん、っていうことですよね。だからスマホ一台でできるその集客法として、まあ、非常にこう優れてると。はい。だから空き時間、隙間時間でもできるっていうのは結構魅力ですよね。そうです。結構山崎先生も結構こう電車の移動とかそういった時に やられたりとかしてるんですよね。まあ、そうですね。電車の移動とかタクシーの移動とか、なんかそういった時でこうやったりとかしますので、で、基本的に、うん、まあ、なんか例えば、なんだろう、そのマーケティングが分かってる人じゃないとできないかって言ったらそうではなくて、スタッフとか普通の子たちでもできるっていうのが。それ魅力的ですよね。要は自分が治療院してて、ね、こうしてたらなかなかできないけど、まあ空いてるんだったらちょっとやっといて、みたいな。あ、そうなんですよ。それぐらいの勢いな、うん、それぐらいなんですよね。あ、それは非常に魅力的ですね。うん、あ、そういうことが、まあ可能だっていうことですよね。はい。まあそうしないと、再現性がなくなるんで、うん、っていうので、そういうノウハウを今日はお話ししようかなというふうに思います。で、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、まあまずね、まあ、その具体的なね、そのインスタのノウハウにちょっとこう入っていく前に、はい、やっぱ簡単にちょっとこう、まあ、ノウハウの全体像っていうか、はい、その、どういうさ、流れを取っていくかっていうところもちょっと知っとかないといけないと思うんですけどね。そうですね。まずそのリストをまあ取って売っていくわけじゃないですか。はい、まあ、その流れも知らない方もいると思うので、まあ、その辺のちょっとこう、リストのまあ重要性とか、はい、じゃあリストは何で取るのとか、その辺ぐらいからちょっと話してもらえますか？そうですね。まず、絶対必要なのが、お客様の、見込み客リストっていうのが絶対必要になってくるんですよ。見込み客のリストが必要になってくる、はい。この見込み客リストっていうのがあれば、いつでも商品を売ることができて、で、いつでも来店とかを促すこともできるし、まあ、ちゃんと売り上げにつながるってことなんですけど。まあ、つまり、そのインスタグラムでそのまま直接売るわけじゃないってことですね。あ、両方できますね。あ、両方できる。はい。直売りもできるし、直来店もできるし、ただ、今、LINE アットにお客さんを集めたいんだよとか、何、うん、かこう、どっかに集めたいんだよっていう方も全然 OK ってことですね。うんうん、で今、LINE アットって言葉も出ましたけど、リストは基本的にはこの LINE で取った方がいいってことなんですね。はい、そうですね、うん。やっぱりこの、本当にお客さんがいかにいるのかがすごく大事で、結局なんか1万人とか、まあ別に1万人じゃなくて、100人、お客さんが LINE アットでいると、それだけで100万とかの売り上げを上げることが可能なんですよ。うん、でも、そこに100人見込みのお客さんがいなかったら売り上げを上げることができないんですよね。だからこう、まずはそのお客様の見込みのお客様をいかに集めるのかがめちゃめちゃ重要っていうことですね。まあ、重要だと。はい。で、この見込みのお客さんを今までだったら、はい。まあ、メールアドレスを使って、うん、メールのリストを取るってことは基本的に今までリストを取って、そうですね。販売をしてたけど、はい、これはもう LINE だと。特にインスタだったら余計 LINE じゃなくてダメですよね。もちろんそうですね。だってあれスマホベースですよね、今、インスタグラムって。もうみんなスマホですね。スマホからメールアドレスはなかなか登録できませんもんね。確かにそうですね。で、インスタの投稿ももうパソコンではできないので。そうですよね、基本的に。はい、まあもうスマホ、もうインスタ自体がもうスマホを基本として全部作られてるんで。うん。スマートフォンだと一番簡単なのがやっぱり LINE アットっていうことなんですよね。だ簡単にそのイメージすると、リスト取りは LINE だと。はい。で集客を、まあ、いろんな、まあ、SNS を使って、そうですね。まあ、やっていくっていうイメージですね。うん、そうです、そうです。で、この、まあ、おすすめの SNS 集客、まあ、ベスト5っていうのもありますから、はい。じゃそれもちょっとね、ご紹介しておきましょうかね。あ、もうここで。もう紹介しちゃいましょうか。はい、紹介しちゃいましょう。はい。はい。作ってきたんですよね、これがね。はい。じゃあ、はい、こういうのね、ちょっと今回、まあ、ご用意しましたと。はい。で、基本的には、これは LINE のリストを取っていくってことですね。そうです。うん。LINE の、まあ、要は友達、要は集客がしやすい、うん、今 SNS は、まあ、どこなのっていうところで、うん、ちょっとランキングをね、ちょっと発表していきたいなと思うんですけど、みんなもちょっと予想していただきたいですよね、はい、ぜひ。まあ、そうですね、ぜひ、せっかくなんでね。まあ、1位は分かってるんじゃないですか。まあ、1位はもう開いていきましょうかね。1位はこれですよ。はい。はい。1位はインスタグラムっていうことで、ね、もう予想がついてるんで、ここ開けておきましょうと。じゃあ、この5位から5、4、3、2、1とね、ちょっと開けていただきたいと思いますよね。うん、どうですか皆さん、ちょっと予想してね、こう書いてください。ぜひね、ちょっと5位は何か。5位は何かなとかね。3位は何かなとか。ちょっと予想していただきたいですね。2位は何なのか、はい。ちょっとコメントね、見ますね。ぜひちょっと書いてほしいなと思います。うん、ああ、いいですね。たくさん来てますね。インスタアフィリエイト興味がありますか、まあ別にアフィリエイトもできますよね、確かに。いや、強いですね。インスタアフィリエイト今すごいです。ね、はい。めちゃめちゃいいです。結構、聞きますか成功事例。
え、ありますね。インスタから、その、例えば、うちの、猫のアカウントをやってる人とかいるんですけど。猫ってこの猫ですか？あ、そうです、そうです。そうです。猫を飼っていて、で、その、なんで猫パーツです。そうです、そうです。はい、この猫ですよね。そうです、そうです。その猫を、アップしてるんですよ、うん。アップして、まあもちろんその、ちゃんとしたノウハウを使って、インスタのノウハウを使ってやることによって、その猫のアカウントからキャットフードを売れたりとか。ああ、キャットフードのアフィリエイトがやってるんですか？はい、とか、できたりとか。あと、まあ最終的に持っていきたいのは、猫のための住まいのリフォームみたいな。っていうのを最終に持っていきたいっていう計画ではあるらしいんですけど、その、リフォームとかってすごい単価が大きいじゃないですか。で、猫っていう、家族猫っていう言葉があるぐらいで、そういったのもできるし。家族と猫だったら猫の方が命が重たい場合もあると。そうですね。なんか猫のために家を改装してあげて、うん、こう飛び乗れるとこ作ってあげたりとか。なるほどね。うん、っていうのもありますし。旦那さんは床で寝る。ちょっとその。それ悲しいですね。悲しい話ですけどね。まあ、それくらい今大事にされてるよと。そうです、そうです。いうことですね。なるほど。とかもありますし、うん、まあダイエット系とかだったらもちろんサプリとか、あと、うんうん。何でしたっけ？プロテインとかもそうですし。プロテインもね、結構ちょっと言っちゃいそうになりましたけど、いろんなところで売れますよね。はい。いろんなこの SNS で結構売れてますよね。うん、っていうことで、ちょこちょこ予想も出始めましたね。第5位、Amazon じゃないのとかね。うん。下からこれは、YouTube、Facebook、Twitter ですかねとかね。あ、いろんな予想出てますね。アメブロじゃないのとかね。ブログですね。うん、そうですね。これ SNS ね。集客ベスト5なんで。もう今回ブログは入ってないと。あ、はい、ブログも入ってるか、まあ、ブログも一応、メブロとかは SNS になるんですかね。うん、そうですね。まあ一応ね、じゃあ下からちょっと上げていきましょうかね。はい。じゃあ、5位からじゃあちょっとじゃあ。僕が行きますか。はい。じゃあ行きます。5位。いやー。Twitter! はい、Twitter です。え？ちょっと待って。もうちょっと乗ってくれ。久しぶりなんですよ、ね、タコさんと、はい、もう緊張してますね、これツイッターね、まあ、5位といえどね、うん、これめちゃめちゃ熱いですよね、本当今これちょっと繰り上がる可能性も全然あるって感じですね、結構まあうちとかだと結構これまあ総合のね、まあ、使いやすい使いにくいとかいろいろあるけど総合でやってますけど、僕らは結構3位ぐらいかなと思ったりとか、まあ、してるんですけども、はい、結構ツイッターも今どんどんね上がってきてますよね。めっちゃ熱いですね、やっぱりツイッターのねやり方とかもちゃんと、まあ、みんなまたシェアできたらなと思います、ね。はい、これも結構ね誤解があるんですけど、フォロワーがいないと集客できないと思ってる人が結構いるんですよ、うんうんうん、でこれ実はフォロワーゼロでも集客やれる方法なんかも実はあるんですね。あります、うん、だから結構ねこれは見逃されてる、まあ、集客媒体じゃないかなとかと思いますよね。はい、うん、だからこれ結構熱いですよってことですね。まあ、この辺もどっかでね、なんかセミナーとかできたら嬉しいですね。いや、そうですね。うん。なんかツイッター集客も興味あります？どうですか？みんな聞きたい、ね、どうなんですかね。皆さんなんかツイッターの。そういえばツイッターセミナーまだやったことないですね、意外に。やったことないですね。まだ隠してますよね。ずっと隠してますよね。結構前にできてるんですけどね。はい。ずっと隠してるんで。うん、まあ、インスタもずっと隠してたぐらいですからね。うん。ツイッターも興味があればね。うん、なんかやりたいですね。もちろんそうですね。まだ少ないか、Twitter。あ、聞きたい。お、結構。まだ少ないな。3人ぐらいだとまだちょっとセミナーしてもあれだね。今、うん、1、2、3、4、5、6人ぐらい。お、あるある、消えた、増えた。あ、時代終わってないですよ、Twitter。時代、全然。とか始まってないから、ね、はい。これからですよ、Twitter、ね。うん。まあ、Twitter ね、実際4000万人ぐらいがね、今、うんうん、使ってて、すごいアクティブ率が高いと。今その若者なんかは今 LINE で連絡も取ってるんだけど、ちょっと薄いお客さんだとツイッターとインスタグラムでのやり取りがかなり多くなってきてますよね。多いっすね、うん、もう本当インスタとかツイッターも連絡手段の一つになってるんですよ、うん、で基本的にどんなねメディアが使えるかっていうことを考えていくときのね、うん、これ結構見つけ方なんですけどメディアによく出てくるメディアは基本的にアクティブで強い、うん、でそう考えたときにやっぱりツイッターとインスタグラムは今すごく来てますよね。はい、うん、そうすると次に何が来るかもねちょっと見えてきたりもするんですけどね、うんうんうん、まあ、その辺もまたちょっとね次回、
そうですね。公開していきたいなと思ってるんですけどね。いや、結構ね、隠してるんで、隠してるってなんか言う機会がないっていう話なんですけど。そうそうそう。あの、マーケティングラボ。別にこれ使わなくても、だって、集客できちゃいますから、うんうん、あんまりいっぱいみんなやらすと混乱するから隠してるっていうかね。まあ、意図的にって感じでね、はい。こっちをやってもらいたいんでっていう感じで、うん、ちょっとずつみんなができるようになってきたら、こう解放していってるっていう感じですよね。はい。うん。じゃあ、第4位いきましょうかね、4位。はい。4位何ですかね。リラ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 。ああ、僕ですね。もう一回猫パンチしようか。大丈夫です。はい、忘れてました、めっちゃ。生放送なのに。Facebook! はい、Facebook ですね。Facebook! はい。これ、Facebook ね、これ結構1位とかね、結構今思ってる方多いけど、まあ今、まあここですね。別に Facebook も全然いけるんだけどって感じ、ね。そうですね、いけるんですけど、あの、今 Facebook だけに頼ってる人はいずれ消えるかなっていう。まあそうですね。はい、ちょっとね、Facebook、全然、あの、いけるんですけど、Facebook も全然稼げるし、いけるんだけど、はい、まあ一つは使い方を間違ってる方はまず多いっていうことが一つね、うん、友達を増やしたらいいとか。はい。で、あと、その Facebook 側が外部リンクの規制とかで、ちょっとこう、やらしいことしてたりとかでね。ね、最近、はい。ちょっとランクがそう下がってきたかなっていうとこはちょっとありました。まあただ全然、次100万とかね、全然いきますからね。まあ全然未だにいってるんで、うん、まあ店舗系とかはどっちかっていうと、Facebook はちょっと、しなくてもいいかなとは思いますね。で、まあ、コーチコンサルタント、まあ、ビジネス系の人はまだまだ、まあ、Facebook はまあ、いけますよっていう。うん、はい。まあ、情報発信も Twitter 全然かなり熱いですよっていうところで。うん、まあ、ここは人によって結構分かれてくるかもしれないですね。はい。まあ、恋愛系の、例えばその教材とかだったら、まあ、こっちとこっちだったら Twitter の方が良かったりしますよね。はい、うん。いいですね。結構今、結構 Twitter かけるノートとかで結構ね、販売してる方もかなり多い、ね。めっちゃ多いですね。うん。ツイッターかけるノートね。これぜひね、メモっといてくださいね。ノートって、あの、うん、あるんですよ。なんかブログみたいな。あ、なんかそっちのノートですか？僕、あの、こっちだと思って。なんでそれ嘘つくんですか？ツイッ、ノートってありますよね。はい。あれもそう、やっぱすごい見られて、あの、課金もして課金っていうか、まあ、お金払ってくれるのもありますし。ね、まあ、基本的に販売あかん言ってるけど、まあ、結構やってる人多いですね。はい。うん。ツイッターかけるノートもね、うん、結構熱い情報発信の、まあ、仕方になってますね。この辺どっかでね、また公開したいと思いますね。はい。じゃあ、いよいよ3番目いきましょうかね。はい。はい、ようつべですね。ようつべ。あ、違う。YouTube ですね。はい、向こうもみんな笑ってるじゃないですか、本当。いや、紛らしいですね、これね。はい、うん。紛らしくない。紛らしくないですね。YouTube ですね。みんなが知る YouTube。いや、この YouTube もね、うん、どれも本当にこうランキングちょっと正直つけがたいとこはちょっとあるんですけど、うん、やっぱ YouTube はやっぱ、プル型の、まあ、メディアとして非常に有効的だと。はい、まあ、例えば Facebook とかは、やっぱりこう自分がこう動いてるとき、うん、ね、やっぱどっちかというとプッシュ型の集客です、ね。そうですね。動いたらすぐ結果が出ると。うん、だけど YouTube は、まあ、ちょっとね、育てるのにね、まあ、1ヶ月、はい、2ヶ月とかこう、ちょっと中長期的なこう戦略もいるんだけども、ね、やっぱりこう集客 ATM になるっていうのがやっぱ大きいですね。そうです。本当に、うん、YouTube は掘ってても売り上げ上がるんですよ。掘ってても上がるからね。はい。その戦略も取っていかないといけないんですよね。うん、で、これを、またこの YouTube ね、うん、実はこう無料集客と有料集客を組み合わせると、すごいまた面白いんですよね、実は。はい。この辺もね、話したいんですけどね。まあ、今日はちょっと時間が、ちょっとね、もう30分くらい経ってるんで。お、やばい。実は。やばいと。はよしろみたいな。すいません。って思われちゃうんで、ちょっと行きます。お腹も減っちゃいますからね。で、まあ、2位が、ちょっともう開いておきますけど。ありがとうございます。あの、LINE ですよね。はい、LINE ですね。え、LINE ってどういうことですか？ってなりますよね。うん。うん。これちょっと一応説明してあげてもらえますか？え、LINE のリスト取るんでしょ、と。うん。え、なんで LINE？ まあ、そもそも、まあね、皆さん多分僕の YouTube とか聞いてるから、LINE がいいっていうのは分かってると思うんですけど、知らない方のために言う、お話しさせていただくと、まず LINE アットっていうのが、まあ、軽くいきますよ。まあ、そもそも今7300万人、の、ダウンロード数がいるわけなんですよ。7300万人ダウンロード。これって日本人口が約1億2、3000なんで、半数以上が使ってるんですよね。で、その中でなんか0歳の人が使ってるかっていうとそうでもないし、なんか100歳のおばあちゃんが LINE 活用してるかって言ったら、まあ、ちょっと少ないわけですよ。ってなった時に、本当にこう、ネットのこの使ってる人口のほぼもう、全員にこう近い形でもう LINE って使われてるんですよね。で、その中でアクティブユーザーが 70.8% いるので、まあこれは LINE 社が実際に出してるデータなんですよ。LINE 社が出してるデータで、そういうの数字が出てるんですね。で、他にも、もう年齢関係なく、うん、もう若者からお年寄りまでみんなが使っている LINE。
単純にもう、メルマガの3倍売れるぐらいにね、思ってもらったらいいかもしれないですね。そうですね。なんで、うん、そういうすごいラインなんですけど、それを、やっぱ今、メルマガじゃなくて、ラインに変えることによって、まず到達率が 100% いくと。うん、で、開封率がですね、大体メルマガの約20倍ぐらいですね。20倍。やばいですよね、20倍って。20倍やばいですよね。うん、で、登録率ですね。登録率が、メルマガの3倍ぐらい、うん、単純に広告を使った時も、うん、そのメルマガに登録させるよりも LINE 登録させるが安くなることがほとんどのことが多いですよね、はい、うん、今その広告もスマホベースで考えていかないといけないのでと、うん、いうことでこの2位なんですけど、この LINE はまあ非常にいいんだけど、はい、LINE のタイムラインでも集客できるってことなんですよね。めちゃめちゃできますね、うん、この LINE のタイムラインの集客だけで結構売り上げ何百万でやってる人もいますよね。あ、全然います。はい。うん。それはちょっと事例話してもらっていいですか？パワーポイントがなくなってしまった。いい大丈夫ですか？はいはい。はい、うちの、学科生で、LINE 学科ってやってるんですけど、学科生で、つもりさんっていう方がいらっしゃって、その方も恋愛とかやってる方なんですけど、うん、この LINE アットとか LINE のタイムラインを使ってリストが、8倍ぐらいに跳ね上がったですね、リストの取得が。で、これ結構タイムラインってこう見られてないっていうね、思ってる人が多いんですよね、うん。全然そういうことがなくて、もう LINE 社が出してるデータで、まあ、平均して大体、LINE を使ってるユーザーの5、6割はもうタイムライン見てるんですよ。そう。で、みんな投稿するだけだからダメなんですよね。うん、うん。だからちょっとね、これ見てる人もテクニックもちょっと一、ね、紹介しておきますけど、はい。LINE のタイムライン投稿したら、うん、読者さんにその LINE のタイムラインの URL 取得できますから、その URL を送ってあげてくださいって話ですよね。そうです、そうです。いいですか？覚えててくださいね。LINE のタイムラインを取得して送る。はい。メモってよ。ここ書いてくださいね、気づきを。で、やっぱり投稿してる人もまだ少ないんですよ。うん、見てる人はそんなにいるのに、投稿してる人が少なくて、そうなると、やっぱりこうね、なんていうんですかね、見る人は多いけど、投稿してる人は少ないんで、そこからリストがやっぱ取りやすいし、そうですね。たくさんの、機能があるので、その拡散を使って、まだ見ぬ見込みのお客さん、潜在顧客とかもバンバン取っていくこともできるってことですね。そうですね。なので、うん、LINE のタイムラインを使って、うん、まあ、今日はどっちかというと LINE の話ではないんで、インスタグラム、ね、インスタの話を。で、その中で1位が今、インスタだよって、インスタがすごく熱いよっていうことですね、はい。うん。なんでこのインスタが今そんなにちょっと熱いんですかっていうところ、ちょっとまず教えていただけますか。うん、インスタが熱い理由なんですけど、これ10月のちょっと30日か31日ぐらいに発表があって、だいたい今3000万ですね。3000万人 ?1、2、3! そう、3000万のアクティブユーザー数なんですよ。これアクティブユーザー数ですからね、これがまたすごいところなんですよね。うん。もう3000万人のアクティブユーザー数だから、ダウンロード数は多分もっと上なんですよね。そうですね、こう顕著にこう Facebook からインスタにこう映ってる感は非常に、うん、ありますよね。あとテレビでの放送が多いですよね、うん、テレビでやっぱインスタグラムの話っていうのも非常に多いし、あと最近だったらグルナビとかもこうインスタと提携してですね、うん、インスタから直接グルナビ飛べるようになって、そこからお店ね、来店につながるようにもなって、もう大手とかも、もう非常に今注目を浴びてるんですよね、うん、でそんだけ今もうインスタっていうのがすごいホットなんですよ。だからもともとこう若い、確かにこうお客さん向けのこう媒体だったものが、うん、はい、そこにマスメディアがすごく入ってきたものだから、そうですね。今すごいこう30代、40代のこうお客さんがこう一気に来てるっていう感じですよね、はい、今ね。その増えたこう最近のお客さんの多くはもう結構その30代、40代が多いと。うん、逆にこう Facebook は30代、40代とか50代の年齢がこうちょっと減ってるって感じですね。うん、あ、じゃあ50代。若い人が減ってるって感じですね。50代とかもね、インスタだったらめっちゃいますよ、実際に。ちょっと、たまたま猫のアカウントがあるんで。猫？そうなんですよ。猫のアカウントがあるんでお見せできるかな。インサイトとかで誰がどんだけ入ってるのかっていうのが見れるんですけど。ちょっとじゃこれでちょっと調整してみましょうかね。はい。で、ちょっと画面見せてもらっていいですか？ちょっと調整しますね。いくよ。光ってる。光ってますね。お、あ、もうちょっと引いてくれる？ちょっと見にくいかな、うん、で、それで一応説明してあげると、これで見ていただくと、上の
棒線、棒グラフがありますよね。で、この棒グラフがですね、一番上が、13から17で、その下が18から24、25から34、35から44、45から54、55から64、65プラスという感じになってるんですけど、一番多いのが、もちろんやっぱ25から34なんですけど、2番目に35から44、3番目が45から54で、この辺も大きいですよね。だ結構だからもう、25から45ぐらいがすげえ多いってことが言いたいってことですよね。うん、いや、55ぐらいも多いですね。だこれが結構意外に知られてないこう事実で、まあ、先入観なんですよね。で、男性もめっちゃ多いですね。で、これがまたあれなんですよね。若い人しか使ってねえんじゃねえかっていう風な先入観があるから、ライバルも、ほとんどそういう、こう、年齢層向けのお客さんを取りに来てないっていうのがやっぱありますよね。はい、だから、こう、アパレル関係だけしか使えないんじゃないのって思ってる方結構多くないですか？多いですね。めっちゃ多いですね。うん、なんか、アパレルとか。女性だけとかね。そうです、そうです、そうです。どうですか、その辺。全然関係ないですね。今の猫のやつも猫映してるだけだし、あと、書道家の人もやってるし、うちで。書道家の人もいますし、あと、アクセサリーもちろん売ってる人もいるし、で、うん、写真家の人もいるし、あとパーソナルトレーナーの人もいるし、うん、で、もちろん不動産やってる人もいるし、なんだろう、普通に、こう、ちょっと、なんかこう、投資系の話をしてる方もいらっしゃるし、で、男性なんですよね、それらも。あ、もう普通のターゲットが、実は男性のお客さんばっかり普通に獲得できてると。全然できてますね。だから、これはね、誤解してるっていうことは、自分自身が誤解してるってことは、うん、これはライバルも誤解してるわけですよね。そうですね。つまり、チャンス。これは、はい、チャンスっていうことですね。その通りです。チャンスです。まあ、とは言ったもののですよ、はい。だけど、インスタグラムからね、うん、どうやってさ、売り上げ上がるのっていうのはちょっとあんまイメージつかない人も結構多いと思うんですよ。うんうん、だからその辺もちょっとね、話していただきたいと思うんですね。そうですね。で、ちょっとこのインスタグラムについてとかみんな聞きたいことあったらぜひコメントしてほしいですよね。なるほど。ちょっとコメントも結構来てますけどね。うん。お、インスタかなりいろんな年代のユーザーがいるんですよ。めっちゃいますよ、今。うん、なるほど。かなり多いです、ね。犬頑張ります。お、犬いいっすよ、めっちゃ。犬もいいし。猫がいたら犬もいけるよね。いきます。今、インコ、まあ、猫ファンよりやっぱ犬ファンの方が多いですからね。そうですね。うん。インコとかもいきますよ。インコとか。インコね。はい、インコ。いやいや、違う。何なんもないです。いや、もう、下ネタ言うんかなと思って危なかったです。こら。まだ早い。これはもう生放送なんでカットできないんでね、皆さん。そうですね。後ろのひよこも爆笑しています。ほん、お、ほんとや。ほんとや、笑っとる。ね、さすがタクミしましたね、ほんと。僕一人で。はい。そう。で、売り上げの上げ方ですよね。インスタチャンス。お、そうです。インスタチャンス。インスタチャンスですよね。もう笑いすぎて顔赤くなってますもんね。インスタ爆笑。元からだ。間違いない。言えたこと、ね。はい。写真投稿で使うとき。めっちゃ質問来てますけどね。インスタとこにリンク貼れないですよね。どうやって飛ばすんでしょう。そうそう。その辺ちょっとね、うん、こう、流れ。どこから、その、じゃあお客さんを誘導してとか、リンクも貼れないわけだから、うんうん、どうするのって、ちょっと具体的なその辺ちょっと教えてあげますか。はい。まず、そうなんですよ。リンクっていうのが、一箇所しか貼れなくて、プロフィールなんですよね。ま、プロフィールには一箇所まず貼れるんだよってことです、ね。はい。それは貼れるんですけど、まあ、1万フォロワー行くと、うん、スワイプ機能っていうのがもちろん出て、そこからリンクを飛ばすことは可能なんですけど。だから1万フォロワー以上だと、例えばストーリーとかそういったとこにもリンクをこう飛ばすことができるってことですね。はい、そうです。まずこれも覚えておいてほしいですね。まあ、ただすぐ1万フォロワー多分いかないだろうし、今持ってる、なんだろう、今のインスタグラムのアカウントでは多分いけない方が非常に多いんじゃないかなと思うので、そうなった時に唯一入れれるのが URL、唯一入れれる URL がプロフィールのところの URL なんですよ、うんうんうん。で、そこにいかにアクセスを集めるのかがめちゃめちゃ重要で、プロフィールにいかにアクセスを集めるか。はい。そうなんですよね。だから、僕らが提唱しているノウハウが、インスタ映えをしないやり方なんですよね。インスタ映えをしないやり方。はい。うん、このインスタ映えをしないやり方っていうのを使ってやるわけなんですけども、まず、売上の上げ方としては、ちょっと今、こう、軽く説明をすると、まあ、ハッシュタグであったりだとか、うん、また、あと、インスタグラムにですね、うん、ちょっとこれを見せ、ちょっと見えるかな？ちょっと挑戦してみましょうかね。うん。インスタグラムをまずは。ちょっとじゃあ画面、ちょっと頑張って。はい、あ、これ映せたらこれ映してもいいかもしれない、ね。ちょっと今それ、ちょっとできないですね。あ、できない。自分の腕では。あれ、できないですか。あ、今でも映ってますよ、ほら。
いけますね。だいぶ見にくいですよね。うん。猫が映ってますね。猫の写真。まあ、ちょっとこれ説明してみましょう、ちょっと。はい。インスタまず開くと、このような画面が出るんですよね。で、これ一体何なのかと言いますと、まあ、最初のトップの画面だと思うんですよ。で、ここで一番最初にまずどこ見るかなんですよね、インスタのユーザー。これ皆さんちょっとコメント書いてほしいなと思うんですよ。うん、どこ見ますかと。インスタグラムのみんなどこ見るんでしょうねっていうことですね。ちょっとそれコメント書いていただいてるうちに、もしかしたら、ズーム使って画面共有できる可能性が。はい、いや、ここに映ってないんですよ。あ、そうか、ここに映したらいいんか。はい。あ、ズーム使わなくてもいけるかもしれないですね。あ、でも、これをここに映せないので。あ、なるほど。切れるとオチがないですか？大丈夫ですか？これを、画面共有。あ、無理か。アプリハンガーとしかない。うん。全画面すると、ああ無理で。おかしいことになってるよ。ちょっとダメでしたね。はい。映してあげたらめっちゃ見やすかったんですけどね。はい、じゃあもうこれでちょっと説明しましょう。はい。今いいねの数、猫ストーリー、写真写真写真。お。はい。っていうところで、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、これストーリーをね、まず見るんですよ。で、もちろんストーリーの戦略っていうのはあるんですけど、それはまあ、今日ちょっとまた後かまた次回お話しさせていただくって感じなんですけど、ここがまずトップ画像ですよね。あれ。うん。まあ、いいですよ。こうか。見えてますかね。あ、そうか。はい。トップ画像なんですよね。トップ画像っていうかトップなんですよね。で、次に見るのが、この、虫眼鏡マークありますよね。虫眼鏡マーク。ちょっとここでは見にくいかと思うんですけど、虫眼鏡マークがあるんですよ。皆さんもね、ぜひ後で見ておいてほしいなと思うんですけど、この虫眼鏡マークをやると、このように、その人の趣味思考を勝手に AI が読み込んで、その人の趣味思考に合わせた投稿が出てくるんですよね。うんうんうん、で、もちろんここは検索として使うっていうのも全然あるんですよ。検索として使う場合もあるんですけど、それはそれの戦略もあって、で、暇な人とかがよく見るパターンとして、ここをこうパーって見ていくんですよね。うんうんうん、ここをパーって見ていったときに、ここでいかに自分のやつをタップしてもらえるのかがすごい重要なんですよ。うんうんうん、で、そのときにどういうふうにやってるかと言いますと、僕らのそのやり方として、このように写真にタイトルを入れるっていうやり方なんですね。ああ、たと、まあ、そこで写真タイトルで、そこで何を表してるかを見て、クリックさせると。はい。まあ、結構英語とかもかなりこういった、手法結構使われてる方多いですよね。実はこの写真と言ってるけど、写真だけじゃなくて文字なんかもありなんだよってことなんですね。全然ありです。文字だけでいけるっていうパターンもあるんで、うん、顔出しとかもしなくても OK。まあ実際その Facebook なんかでも写真だけとね、キャプションをこう入れた場合とだと、はい、まあ、全然違うかったりするって言いますよね、反応がね。はい。うん。まあそれと理屈としては、まあ同じで。そうです。まあ、そこから、この、ハッシュタグというか、そのアカウントのプロフィールに辿っていくと。はい。そうです。でそこで今より知りたかったらこちらにって形で、うん、誘導することもまあ可能なんだよってことなんですね。そうですね。あ、ここから結局、いっぱい羅列してる中で、自分のこの写真がすごい目が引くわけなんですよね。じゃあそこを見ます。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、この人の投稿面白いなと思ったら自分のページに飛んでくれるんですよ。うんうんうん、で、そこで初めて自分の URL 対面になるんですよね。なるほど。で、そこで投稿を見て、あ、いいな、この人の世界観いいな、この人の作り方いいなと。まあ、もちろんそれのやり方があるんですけど、うん、まあ、別に難しくないんですよ。全然、うちもインスタ映え一切してなくて、インスタ映え一切せずに1投稿20分くらいで終わる話なんで。なるほど、なるほど。で、そんな簡単なんですよね。で、しかもアプリとかも、フォントっていうアプリですね。フォントっていう無料アプリ。お、皆さんね、メモっててくださいね。フォントって無料アプリで、はい、まあ、簡単に写真を加工できると。そうです。簡単にできるんで、それをただ使ってるだけで。ていうか、もうインスタって本当いいっすよね。まあ、スマホからしか投稿できないってことは、逆に言うと、本当スマホからだけで本当集客できるってことだから、はい。そうなんですよ。なんか昔ね、なんか怪しいやつがスマホポチポチで稼げるみたいな流行った時、うん、なんか、入りましたよね。入りましたよね。なんか。それがもうまさしくそうだ。いや、本当になんかそういう時代になったんだなと。スマホでしか逆にできない。そうなんですよ。インスタグラムに関して言えば。うん、なんかスマホ一台で稼げるっていう、うん、まあそういう時代に本当に完全になったんだなっていうのを思いますね。うん。まあ確かにね。まあ堀山なんかもパソコンなんかいらないって言ってますもんね。うん、はい。
で、実際に、スマホから、はい。プロフィールで LINE に登録して、そうです。で、LINE で、まあ、情報発信して、まあ、LINE には LINE のまた情報発信の仕方があるってことですね。そうですね。独自のちゃんとコミュニケーション方法があるので、そのコミュニケーション、まあ、どんなコミュニケーションを取ってるかっていうと、ただ、お客さんに情報を、与えてあげるっていうお仕事じゃないですか、情報発信って。うん、いわゆるその、お客さんがためになると か、はい、だから今回話してるのも結局そうなんですよ。こっから、僕たちのこといいなと思ってくれたら、そこからまたこうね、商品を買ってくれる可能性もあるし、っていうのもあるんで、だからこの話してるときに、なんか、ノウハウ 100%、なんかノウハウそんなに出していいのって言われる方がいらっしゃるんですけど、もう全然ノウハウは出した方がよくて、じゃあ、LINE アットの配信も、例えば今自分が知ってる知識とかを配信してあげると、お客さんから買いたいんですって来るんですよ。で、買いたいんですって来たお客さんに対して、じゃあ一回相談しましょうかって言って、電話して、ね、で、そこで、振り込みまたは、クレジットがあるんだったら、ペイパルとか。まあ、そんなんでいいっていうことなんですね。はい。で、いいですし、店舗の方だったら、そのまま LINE アットから、この日空いてますかってメッセージが相手から来るんで、じゃあこの日空いてますよってやれば。まあ、ちょっとね、まあ今日全部はね、まあ時間的にもね、まああれなんで話せないとしても、うん、じゃあインスタでね、まあ売り上げたりとか、集客していくため、はい、そのコツとかテクニックみたいなのもある、たくさんあると思うんですけど、はい、まあ全部言えないと思うんですけど、ちょっと一部でもなんかね、なんかこれは持ち帰ってほしいなっていうね、テクニック、さっきのタイトル以外にもありましたら、はい、ちょっとぜひね、教えてあげて、そうですね、なんか全然話せないのが非常にもったいないな、もったいないと話したいんですけどね、もうお腹減ってきてる。もうだってもう45分ですからね、うん。だからインスタグラムであと重要なのが、やっぱり、フォローの仕方なんですよね。フォローの仕方が大事。はい、フォローの仕方がすごく大事。フォローって自分がこう友達になるってことですか？あ、そうです。こっちで、やっぱり一番最初にどうやって、自分のフォロワーを増やす、まずそもそもフォロワーを増やす理由ってあるのって話で。まずそのフォロワーについてちょっと話してもらえますか？そうですね。フォロワーって皆さん、フォロワーとそのフォロワーの価値についてもじゃあ話してもらえますか？フォロワーの価値ってどれぐらいあるかご存知ですかって話で、1フォロワーだいたい300円から500円の価値があるんですよ。1フォロワー300円から500円の価値がフォロワーにまずあるってことをまず覚えてくださいってことですね。はい、そうです。これは、だから1フォロワー集めたら、チャリン300円。あ、そうです、そうです。そういう。チャリン500円っていう感じだと思ってもらったらいいと。そしたらもっと頑張るでしょってことですよね。そうですね、うん。で、なんでそれぐらいの価値があるのかっていうと、例えば僕らの生徒さんとかっていうのが、もうみんなこうやってインスタからそのノウハウで売ってるわけなんですよね。それを平均して、割った数がそれなんですよ。あ、なるほど。山崎先生のその、はい。このインスタの集客とか、まあ、SNS の集客を教えてる講座で実際に売ってる人たちを、まあ、フォロワーの数でその売り上げ割ってみたら、まあ、大体まあ300円から500円ぐらいは、まあ、売り上げ上がってるよねっていうことですね。でこれも別に3アカウントとかで言ってるわけじゃなくて、数百アカウントってうちあるわけなんで、この数百アカウントでそれぐらい僕が教えたらできるよって話なんですよね。なるほど。で、1フォロワーで300円、500円儲かるよと。まずそこを覚えましょうと。はい。1フォロワーの価値が300円から500円。これ書いてほしいですね。書いてほしいですね。うん。これ書いてほしいですね。1フォロワー、まあ300円から500円の価値があるって思って、ちゃんと使ってほしいんですよね、うん。なるほどね。まあ、インスタね、直接コメントメッセージしちゃうのはあまりしない方がいいですかねとか。いや、まあ、できるんだったらやった方がもちろんいいのはいいですね、うん。コメントとかはいいですよね。ただ、メッセージ全員にやってたらね、ちょっとスパムだと思われちゃうので、はい、そこは気をつけないとダメですね。そうですね。うん、ただ、誰にでもしても意味ないですよね。あ、もちろん、それもあるんで、うん、この後ちょっとちょこっとお話するんですけど、はい、まあ、だいたい300円と500円の価値が、平均400円とするじゃないですか。400円、うん、400円だとしたら、じゃあ、僕らのノウハウを作ったら、1日100フォロワーと増えるんですよ。あ、100フォロワー増えるんですか？ 1 日100フォロワーとか増えるんですよ。ってなると、100×400円だと4万じゃないですか。4万円。はい。で、1日4万円ちゃんと売り上げ、儲かるっていう、まあ、ニュアンスなんですよね。なるほど、なるほど。はい、後からそれを、まあ、換金する方法はまた別に置いといたとして、はい、まあ、1フォロワー400円ぐらい価値があるから、そうすると1日だいたい100フォロワーぐらい増えるから、そうです。1日4万円儲かる方法と言っても過言ではないってことなんですね。はい、そうです、そうです。これが、だいたい、3ヶ月で5000フォロワーを達成したとする場合、じゃあ5000フォロワーいるときにかける400だと200万なんですよ。なるほど。じゃあそのアカウントは200万の価値がちゃんとあって、200万の売り上げを上げれる媒体であるってことなんですよ。あ、これはね、大きいですね。いや、めっちゃ大きいんですけど、うん、それをみんな、なんかよそのインスタグラムの
いるんですよね、コンサルタントの方とか、うん、コーチの人とか、インスタグラムを教えてる人とかいるんですけど、そういう方は、3ヶ月で1万人フォロワーとか言ってるんですけど、もうほぼほぼ外国人だし、見込みじゃないわけですよ。うん。うん、じゃあ、今のフォロワーもね、皆さん注意点として、何でもいいフォロワーじゃなくて、ちゃんと見込みのフォロワー集める方法を知らないといけない。あ、そうですね。だからこんだけの価値があって売れて、ちゃんと、お金として自分の手元に入ってくるっていうことなんですよね。そうですね。だって、うん、ね、自分がダイエットの商品をね、売ってるのに、力士のフォロワーバックを増やしてもこれ意味ないですよね。全く意味がないですからね。どすこいどすこいやってもダメですよね。はい、そうですね。うん。やっぱ、相撲の人は逆に体重増やしたいですからね。はい、そうですね。うん。うんうん、そうじゃなくて、ちゃんとダイエットをしたい人を うん、はい、やらないといけないと。そうです、そうです。うん、なるほどね。じゃあ自分がその、パーソナルトレーニングの、うん、例えば、まあ、プロテインを打ってたりとか、スプールを打ってるのに、はい、ちょっとこう、羽のとこで写真撮っても意味がない。全然ありますよね、うん。インスタ映えみたいなやつとか。ね、あと、パンケーキとか載せてたらダメっていうことです、ね。飛べる感じを出してもあまり意味がないってことですか全然意味がないです。もう、そういうこと。本当に飛んでてもやっぱ集客できないんですか本当に飛んでても、まあ、逆に違う依頼が来るんじゃないかなと、ね、本当に飛んでたら。ちょっとね、あぐらかいて浮かんでる、ちょっと朝原的にこうやってても、やっぱ集客できない。テレビ出れるじゃないですかね。違う意味で集客できる。はい。違う人として売っていった方も売れるんじゃないかなと思います、ね、それは。でもそういうことじゃないっていうことなんですね。うん、なるほど。そうですね、うん。だから、本当にインスタ映えをしなくていいっていうのが、だから、例えばね、別に顔出しもしなくてもできるし。ちょっと待って、なんて言ってました？顔出しも。なんて言った？どういうことですか？なんて言った今。顔出しも別に。顔だ、え、はい、顔出さなくていい？そうです。ダイエットでそれ8万、8万。これは衝撃ですね。ありがとうございます。衝撃出ました。あつ森みたいな感じですね。将棋はい。ありがとうございます。顔出さなくていいんですか、はい、そのインスタで。その8万フォロワー行ってて、はい、3600万売り上げての一切顔出してないですね。顔がないってわけじゃないですね。顔がないは結構やばいですね。はい、マジですか、はい、一切出してないんですよ。それすごくないですかそれ。やっぱすごいですよね。やっぱ今、もう、バブルなんでしょうね、インスタが。なるほどね。はい、顔出しせずにいけると、じゃあ何出してるんですか？もしかして、それ、やばいやつです。はい。何出してるの？顔出さずに。顔出さずに。気になりますよね、皆さんね。はい、気になりますよね、これ。はい、何出してるんですか？タクオさんが言うと、下ネタにしか聞こえないっていう。なんで普通の質問じゃない。これ、バンされないですか？あ、大丈夫か。だってさ、はい、顔出しせずに、じゃあ、何インスタで投稿してるんですか？それは気になるなと思った、本当に。これも一つ投稿テクニックなんですけど、うん、もうインスタは情報誌なんですよ。情報誌ですね。はい。もうためになることをただただ書いておくんですよ。なるほど。はい。あ、写真に書くんですか？あ、写真だけ、文章で書けるテキストがあるんで。あ、それだけでいいと。はい。それと、まあ、あと写真を、まあ、それぞれの戦略っていうのはもちろんあるんですけど、うん、その写真を写真っていうかもう作って、もうフォントでただ作って文字書いて。それ写真じゃねえじゃん。写真じゃないです、ね。文字。もう文字ですね。どちらかというと。文字を投稿するインスタに、はい、なんか斬新ですね。いや、ほんと、だから使ってる人がいないんですよ。写真共有アプリって思ってたけど違うと。うん、でも、思ってみれば最近ね、そういうの多いですね。なんか TikTok にしても何してもなんかこう、文字だけを投稿したりとか、使い方が変わってきてますよね。はい、そうです、そうです。で、こう今 TikTok なんかもね、僕見てるんですけど、もともとダンスとかそういうのをしてるけど、うん、だんだんなんかこう部屋の、ね、ありますね。セットの仕方を投稿するようになったりとか、はい、だんだんこう使い方が変わってきてるような感じで、インスタグラムこう使い方がただの写真共有サイトじゃもうなくなってるんだよってことですね。じゃないですね。それ気づいてない方も実は多いんだってことですよね。いや、まだ全然いないんで、うん、僕らぐらいですよね。僕らとか、ちょっとしっかりと学ばれてる方ね。うん。ぐらいしかやってない。もちろん、インフルエンサーは多いです。うん、例えば、女性で、なんか水着のナイスバディの。はい、そうです、そうです。とか、なんかもう男性で。出てたり出てなかったりする。そう、もう、やめてください。大丈夫です。まあ、それはでも、はい、それでフォロワー出ても、それはただ、まあ、ちょっとその、色気で、そうです、してるだけで。そうじゃなくて、色気も出さずに、顔も出さずに。うん、違うも出さずに、集客をしてる人がいるってことを知ることは、これ、かなりこれ重要ですよね。重要ですね。うん、本当、だから別になんかわざわざインスタのために2時間並んで、なんかこう、いるじゃないですか。女子高生とかもそうだし、大学生とかも、こう、インスタ映えするために、京都のね、ティラミスがあるんですよ。
2時間待ちぐらいの。ティラミス。ティラミス。はい。ティラミス。言えてない。チラミスみたいな言い方しないでください。ティラミス。ティラミスがあるんですよ。うん、抹茶ティラミスみたいな。うん、あの2時間並んでわざわざ撮って。いや、そうなんですよね。でも本当にインスタの影響力上がってるなと思うんですけど、私の知り合いなんかも、うん、キャバクラとか、ああいうとこ行くの好きな人が多いんですけど、はい、やっぱり今地方に遠征に行った、その講師たちが、うん、やっぱインスタグラム見て有名なこのところに行くようになりましたね。ああ、そうですよね。だからこう、例えばキャバ嬢とかもすごいこう、うん、タレント化してるなっていう。僕はなんかその夜の店とか全然行ったことないんで分からないんですけど、聞いたところによるとね、そうですね。話を聞きましたね、はい。僕も一切行ったことないんで、うん、はい、そこは一緒ですね。なんでですか、なんでですか。全然行かないじゃないですか。まあ、それはね、ちょっと置いといて。はい、そうです。だから、そういう、もうインスタ映えとか一切せずに、羽も取らずに。そう、羽も取らずに、別にそんなご飯も取らずに、わざわざ海外旅行も行かずに、ちゃんとお客さんのためになる情報を発信して、そして、あのテクニックを使ったフォロワーの集め方をすれば、1フォロワーだいたい300円から500円の価値になって、5000フォロワーいったら200万の価値があるってことなんですよ。で、それが、じゃあ半年で1万フォロワーいくと、じゃあ1万かける400だったら、それだけで400万売れるちゃんとアカウントになるってことですね。でもそれだったらやりたいって人いっぱいいると思うんですね。だって、羽生やさなくできるんでしょ、うん、はい。絶対こうインスタは羽を生やさないといけないとか、うん、やっぱりこうちょっと足をこう棒にしてこう取らないといけないとか、まあちょっと露出をね、はい、まあ増やさないと集客できないって思ってたわけだけども、うん、まあ、さっきも猫よく見てみたら猫のアカウントも猫しか出てなかったですよね。あ、最近はちょっといろいろテストしてるんで、その女の子も出してたりするんです。女の子っていうか買ってる本を出してたりしてるんですけど、うん、まあでも別に出さなくてもいい、まあいけるっていうことなんですね。全然出さなくていいですね。途中まで一切出してないんで、見てもらったら。これはでも本当思うてんですね。結構ビジネス系なんかでもね、うん、結構全然顔出しせずにビジネス系で儲けてるか、あります、あります。結構全然あります。節約術を、ただ、なんていうんですかね、写真とかも使わずに、ただ書いて、投稿してるだけで、多分5万人ぐらいフォロワーいて、そっから、売ってますよね。節約術。節約術ですね。節約術。はい。節約術を言って、お客さんをとりあえず集めるんですよ。うん、でも自分の口座にはなんかこれぐらいたまに入るんですよ。で、これは何してるかっていうと、こういったことをしてるんですよっていうことしたら、何それやりたいみたいな。で、LINE アットに登録して、そこで、販売したりとかしてますよね。そうですね。あと、まあ、デザイナーの方とかがね、うん、まあ、結構この、インスタグラムに実際自分の作った LP とかね、投稿してその注文が来たとか、うん、そういう事例なんかも結構ありますよね。めっちゃあります。うん、うちのその書道をやってる人も、書道でまだ何百フォロワー、まあ1000ぐらいフォロワーなんですよ。1000フォロワー、1000もいってないか。500か、500フォロワーで、うん、70万の自分の書道のやつが売れましたからね。あ、なんて、もう一回、70万の、はい、自分の書道の。70万の書道。はい、書道。かなり高額ですよね、これ。はい。でも売れるんですよ。これが500、もうほんとちょっとしたフォロワーで売れちゃうと。はい、売れちゃいますね。顔出し。その人は顔出ししてるのか。ああ、その人は顔出ししてません。自分が売れ。書いてるとこ撮ってるとか。書いてるものを。いや、書いたものを投稿したりとか、まあその人自身がどんな人が書いてるのかっていうのを自分も出たいっていうので、自分も写真も撮ってます。じゃあアートなんかもじゃあいけるかもしれないですね。全然いきます。写真家のあちゃさんとかも、うん、写真を撮ってる人ね。はい。富士フィルムとか、そういったとこからのオファーでセミナーやってくれって来たりとかしますし。その自分が撮ってるやつで撮り方のセミナーをしてくれってオファーが来たりとか。はい、とか、あと、あれですよね、うん、沖縄の病院から写真飾らせてほしいって問い合わせ来たりとか。なるほど。ちょっと、まあ、有名なホテルがあるんですけど、そこからもう写真。なるほどね。全国からすごいその、インスタグラムを使い出したことですごい影響力が出たと。そうです、そうです。で、いろんな人もこう、今、何か、インスタグラムでね、検索して探しますもんね、うん、そのインフルエンサーとかをね。探します。これ、証券とかあんま関係ないですよ、うん。愛知県の人がいて、愛知県のその写真家の人なんです、この人も。うん、それも写真をアップしてって、じゃあ、大阪とか、まあ、そういったちょっともうちょっと地方ですね、なんか東北の方からもわざわざ取りに来たみたいな。あ、う、あ、ん。はい、っておっしゃってたんで。なるほどね。全国各地から、まあ、集客もできるようになるっていうことなんですね。うん、そうですよ。だから今ちゃんとインスタをやれば、別に今、証券に限っていると思うんですよね。その証券じゃないと、集客できないという人もいるじゃないですか。うん、そういう関係なしに全国から別に集めることができて、で、ね、
今、ライバルがそれを気づいてないし、やってないんで、やったもん勝ちだよねっていう話ですね。そうですね。もしかしたら今、結構、インスタグラムでね、うん。まあ、グルナビとか、こう、整形したりとか、はい、そういう集客効果あるっていうじゃないですか。うん。インスタグラムとウーバーイーツとか組み合わせても、新しいビジネスなんかもできるかもしれませんね。全然できそうですね。うん、だから、新しいビジネスモデルなんかも今後、まあ、登場するんじゃないかと思いますし、うん、やっぱ皆さんも覚えてほしいのは、やっぱ SNS が今後、どん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 ね、e コマース化していくっていうね。はい。なんかSNS を使って物を買うのが当たり前になっていく。今そのトレンドがチェンジしてる時なんだよと。うん、ね、メルカリもね、メルカリライブとか、ね、うん、LINE も今度ね、LINE ライブでライブコマース始めるようになるし、うん、インスタも物を買えるようになってるしとか、うん、いろんなこの SNS が、なんかこう、情報を共有するとこだけじゃなくて、ビジネスとして実際こう、物を買うとこに変わっていってるよってことは、これは知っていく必要があるんじゃないかなと思うんですよね。はい、そうですね。うん、ちょっと、フォロワーのとこ言うの忘れたんですけど、あ、ちょっと、ま、ちょっと最後にね、うん、最後に、ちょっとヒントというか、皆さんのためになることを言いたいなと思うんですけど、うん、はい、まずフォロワーを集めるのに、まず何が重要かっていうと、実はインスタちょっと深くて面白くてですね、アカウントごとによって、どこにフォローしたらバック率が高くなる、バックっていうのはフォローするとフォローし返してくれるパーセンテージですね。ああ、なるほどね。っていうのが、フォローしてフォローバックを。はい。うん、違うんですよ、人によって。ああ、なるほど。相性がいいインフルエンサーをまず見つけるっていうのが最初ですね。なるほど、なるほど。なんで、そのインフルエンサーの投稿にいいねをしてる人にフォローしていくんですよ。自分の見込み客、かつ、なおかつ、はい、その、アクティブな。そうです、そうです。見極めるために、そこに投稿、いいねしてる人たちに、フォローをしていくっていうことですね。それとより効率よく、自分のフォロワーが増えるし、なおかつそれは見込み客である可能性が、はい、そうです、そうです。まあ、高いよってことなんですね。そうなんですよ。ただ、それを誰でもいいかって言ったらそうじゃなくて、相性がいい人がいるんですよ。なるほど、なるほど。その見つけ方なんかもあると。そうですね。うん、まあ、これは結構、ちょっとテスト的なこともしないといけないですけど、ちゃんと見つかれば、本当に1日100フォロワーとか自分の方が増えたりとかするので、そうです。なんで、やりすぎたらいけないから、それを、どこまでしかやってダメっていうラインもあるんですよね。あ、もちろん、アカウント体制テストっていうのも、うん、まあ、アカウント体制の、その、ノウハウってもちゃんとあるんで。なるほど。いやー、これ、インスタグラム、ちょっと聞くとすごいですね。あと一つだけ、ちょっと皆さん。お前ら行っちゃいますか。お腹減ってきたけど。お腹減ってきましたね。うん、多分これあんま知らないんじゃないかなと思うんですよね、みんな。ほうほう。例えば、いろんなライバル、ライバルというか、人がいるんですけど、トゥルル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 と、トゥル、トゥルルル。これはまあ、ライバルというか、まあ、今適当に見つけた人なんですけど、ここの、どこの戦略を取っていくかっていうと、このフォローするっていう横に矢印ボタンあるじゃないですか。ありますね。これを押すと、おすすめって出るんですよ。おすすめ。ここに自分を乗らせることができれば、フォロワーがめっちゃ増えるんですよね。っていうやり方があるんですよ。これって何が出てきてるかっていうと、この人とのエンゲージが高い人が出るんですよね。なるほどね。だから、まあ、Facebook でいう、まあ、エッジランクみたいな感じですか？あ、そうですね、うん。これを攻略すれば、こっから、フォロワーとかめっちゃ集まってきたりするんで、それでさらに爆発させることもできるし。超、それめっちゃ知りたいんですけど、ちょっとこれ、まさきさん。はい。これ多分ね、これ見てる方も、うん、もっともっとちょっとインスタ全部ノウハウをくれよってなってると思うんですよ。そうですね、だけどさ、もう見て、はい、見たらさ、1時間以上喋ってます。もうパーティー行かなあかんねん、パーティー。はい、もうパーティー行かないかんねん。そうですね、うん。はい、そうですね。ここでもうちょっとね、ライブいきなり切ってしまったらかわいそうじゃないですか。はい。で、やっぱこのお客さんがですね、はい、このインスタのノウハウを、じゃあ学ぶためにどうしたらいいんですかって話なんですね。そうですね。うん、はい。それは今回の特典だと。特典、はい。特典出ました、拍手。ありがとうございます。はい。今回特典、この、インスタだけじゃなくて、LINE とインスタのスタートダッシュマニュアルがもらえるっていうことなんですね。はい。ちゃんと用意しました。やばいですね、これ。結構大変だったんじゃないですか？めっちゃ大変でした。まあ、その基礎的なことが、こう、しっかりとこう学べる。そうですね。はい。ちゃんとできるので、それが欲しい方はですね、12月5日まで、あ、そうですね。はい。12月の5日までこのマニュアルがもらえます。はい。じゃあこれ、この LINE とインスタの、ね、集客術の、うん、マニュアルが欲しい方はどうしたらいいでしょうか？あ、
そうなんですよ。僕のぜひね、LINE に登録してくださいっていうので。この LINE からしかもらえないってことですね。はい。あ、そうですね。もうこの LINE しか渡さないです。僕、LINE の専門家なんで。登録してる人はまあ OK ですと。はい。ね、その案内を一斉配信で送りますと。はい、送ります。12月5日までに送りますと。はい。どこかな直後に送りますと。はい。で、この、今ちょっと逆になってますけど、山崎ですね。ちゃんといけてますね。いけてますかね。はい、山崎。これ LINE から検索してもらって登録してください。はい。あとコメントもちょっとスタッフの方、ちょっとリンクでも貼ってあげてもらえますかね。はい。じゃあそのね、コメント欄、ね、チャットの欄に、今 LINE の特典も貼りましたので、うんうん、リンクも貼りましたので、はい、このマニュアル欲しい方は必ずですね、はい、この、LINE アットにまず登録してくださいということですね。はい、そうですね。アット山崎ですね。はい。概要ばかりちょっとがっかりです。マジですか？今の概要ばっかりでしたか？俺結構。そうですね。だからこう知ってるって言ってる人は大体稼げないんですよね。結構。だから使えるノウハウ言ってたけど、まだ気づいてない方も結構多いかもしれませんね。結構これ概要って言ったら非常にもったいないですよ。うん、今のやり方普通にやれば、ちゃんといけるんで。うん。これめっちゃもったいないですね。そうなんですよ。大体まあ、ノウハウコレクターだとそうなっちゃうんですね。なんでちゃんと、はい、実はこの無料だからとか有料だからってこだわってやってる人はその本質を見逃してしまいますよね。うん、結局本質から全て、はい、テクニックって生まれてくるんで。そうですよね。うん、だから、山崎さんのね、YouTube もぜひね、チャンネルあるので、これ登録してほしいんですよ。ぜひね、登録してください。で、みんな、塾生が言うんですけど、これ YouTube で全部ノウハウ言ってますよねって言いますよね。そうです。まあ、全部かまではいかないですけど。まあ、インスタとか最近にしてもね、まあ、Facebook のノウハウなんかも全部結構ね、話してますよね。話します。Facebook は結構話してますね。うん、インスタちょっと、まだ出してないけどね。ちょっと出してないところもあるんですけど、でも、見て大体分かるところもあるんで。そうですね。LINE アットのノウハウと YouTube のノウハウは大体もう、山崎博明の YouTube チャンネル。これもちょっとなんかリンクチャンネルあれば貼っていただけますか？あ、で、ほとんど学べますよね。いや、本当に、僕の YouTube みんなめっちゃ見てくれててですね。それ見て、やって、売り上げ上がったっていう方も全然いらっしゃいますし。うん。だから、YouTube めっちゃ見てほしいですよね。僕めっちゃ喋ってるんで、本当こんな言葉で喋っていいのっていうぐらい。何百本ぐらい上げてるんですか？今200本以上上げてますね。はい。もう本当にまあその辺のね、しょうもない教材ね、買うぐらいだったら、本当山崎先生の YouTube 見てる方がよっぽど役に立つって感じですよね。本当よっぽどいいと思います。だって、ちゃんと話してますもん。うん。だから、ちゃんと登録して、みたいな。ちゃんと登録してください。っていうことですよね。うん、で、まあ、とは言ったもののですね、やっぱりその、今も、まあ内容あること言ったんですけど、やっぱ伝わらなくてね。まあ、どうしてもこれちょっと概要だけじゃないのとか、まあ、いろんな誤解も多分あると思うので、実際にですね、うん、やっぱ一番学べるのは山崎先生に会いに来るってことじゃないですか、やっぱり。そうですね。うん。それが一番いいかなと思いますね。うん、で、今回、はい、なんか聞くところによると、はい、この、そうなんです。初めてじゃないかな、このインスタの集客術のセミナーワークショップ、はい。やると。そうなんですよ。僕、セミナー自体が本当に4、5ヶ月ぶりうん、ぐらいなんですよね。この LINE かアットかけるそのインスタのね、はい、集客術、それをまあこうワーク形式でこう実際にこう体験しながら、うん、そうですそうです話すようなセミナーですかね。今日ねちょっとこうやって見せにくかったじゃないですか。これもセミナーとかだったら全部見せれるじゃないですか。ちゃんとね、あと自分のやつでやってもらうからもうすごい分かりやすいですよね。そうなんですよね。僕のやつとかもめっちゃ見せるんで、うん、これねぜひリアルで来てほしいですよね。リアルに来てほしいですね。なぜかっていうと、リアルで会いたいからなんですけど。で、これを今回、東京と大阪でやるってことなんですね。はい、うわもう東京と大阪でやるなんてめっちゃ珍しいですね。ね、久々ですよね。だいたいもうね、塾生の方にしかやらないですね。いや、やらないですね。うん。なんで、もう僕自身のこのセミナーっていうのはもう本当に5ヶ月ぶりぐらい。うん、4ヶ月かな ?4 ヶ月か5ヶ月ぶりぐらいなんで。だから今回また逃すともうしばらくね。やらないから全然ありますね。うん。はい。十分ありますと。で、今回このインスタのセミナーなので、はい、まあ価格の方はですね、まあこれ本当最新のまあノウハウなんで、はい、まあ5万円ということで、はい、まあ行きたいけども、そうですね。うん。5万円でも全然、いただきたい。安いじゃないですか。はい。5万円でも全然安いけども、今回は本当に非常に安い。まあ、皆さん体験して、効果をね、体験してもらわないといけないということで、うん、そうですね。非常にこう安い金額で、はい。まあ、数千円でね、参加できるように、このライブ見てる方はなっていますので、
まあ、人数は非常にちょっと数十人しかちょっと会場的には入らないので、そうですね、それは。まあ、多分この今ライブ見てる方で埋まっちゃうと思うので、まあ、一般のライブ、の方にもし案内行かないかも、ちょっと全員には行かないかもしれないんですけども。そこ埋まりますよね。だってこの前めっちゃ久しぶりになんかズームのセミナーをやったんですよ。めっちゃこの前って言ってももう数ヶ月前ですけど、うん、その時に3分で30人埋まりましたもんね。カップラーメン。カップラーメン食べ終わってる間に埋まると。そう、カップラーメンがそう、出来上がる前にもうそれぐらい埋まったんで。で、みんな受けたくても受けれなかった人たち非常に多いんで。だからこれはちょっとね、今回の、この、セミナーはね、まあ、今年最後もありますし、受けていただきたいと思いますね。今年、もう今年、もうちょっと終わりじゃないですか。終わりですね。やばー。で、ちょっとこれ肝心はちょっと日程なんですけど、皆さんカレンダーに今からちょっと丸していただきたいんですけど、日程が18と19ね、12月の18と19、はい、先にね、ライブの方だけ告知します、うん。これ先にライブの方だけ言ってますからね。だからこの先にこのライブ見てる人に来てほしいから先にライブの人に言ってますよ。うん、そうです、そうです。なので、チェックしてほしいんで、18がどっちだったっけね。あ、18が東京ですね。18が東京。はい、で、19が大阪です。大阪。覚えてくださいね。東京の方は18日セミナーがあります。19日が大阪、はい。時間何時ぐらいからですかね。時間は14時から16、18時ぐらいですね。はい。14時から18時。ね、まあ、懇親会もね、もしできたらね、やりたいと思うんですけど、ね、まあ、基本はね、14時から18時と、いう形で、この、インスタ集客術を、はい、まあ、今回、まあ、触りだけね、撫でるような話、確かに、まあ、大事なことも、まあ、話はしてるんですけど。まあ、大事。あと、見せにくかったのもちょっとありますよね、これね。ね、もっと見せれたらもっとね、話せたのもあったんですけど、ね。リアルセミナーではちゃんと、例えば LINE アットとインスタなんで、LINE アットからどうやって売り上げがあるのっていう、じゃあ独自のその配信ってどういう風にしてるのっていうのも見せれるし、うん、インスタも、じゃあさっき見せにくかったじゃないですか。どんな感じで写真、じゃあタイトルつけてるのとか、タイトルとか写真アップしてるのとか、うん、っていうのも全部リアルでお見せすることができるんで。結構LINE のノウハウはどうやって学んだらいいかで、一番簡単な方法をちょっと教えましょうか。はい。LINE のノウハウ、本当にもう、うん、100万ぐらいの価値がある LINE のノウハウを学べるところ、しかも無料で。うんうん。ありますよね。あります、あります。これ知りたいなという人いるんじゃないかなと思うんですよ。はい、確かに。絶対そうですね。知りたいですか、これ。ほんとね、もう出し惜しみしなくて、全部結構出してるって、ね、はい。やってますね、これは。うん。これはね、いや、山崎先生の LINE アットのノウハウが全部学べるとか。はい。面白いですね。これね、言われたら、確かに。うん。思うんだけど、でも気づかない。はい。なんでなんですかね。うん、普通それをね、やりますけどね。うん。なんだろう、わかると、もっと研究したくなるというかね、うん、何気なくやってること、これ何のためにやってるんだろうとか、ね。真似したらいいだけなんで。うん、そういったことがね、分かってくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うん、はい、その答えとは、あ、僕が言ったらいいですか。ちょっと言っちゃってください。はい、もう僕の LINE 見といてくださいってことですね。そうですね。そう、はい、そうなんですよ。だから、LINE アットの専門家ですから、はい、LINE アットの専門家がどのようにね、集客してるのかとか、うん、どういう情報発信をしてるのかと、うん、まあ、いうことをまあ見てもらうのが、一番いいですよね。まあ、参考になるんじゃないかなっていうことですね。どんな内容発信してるのって、別にそれをね、自分風に置き換えて別に使ってもらってもいいんじゃないかな。結構いますからね、僕の LINE パクって、配信してる人とパクって、まあ、その一言一句そのままパクってるわけじゃないですけど、まあ、やり方を、ね、やり方を完全パクって、はい、やってる方も非常に多いんで、YouTube ね、山崎先生のね、YouTube 見て、あ、こういう風にやるんだって YouTube やってる方もいますし、全然いますね。だからちゃんと登録して、うん、でブロックしないでくださいってことですね。で、やり方をね、やっぱ盗むってことが一番、ね、早いですからねっていうことですね。早いです。はい、もう一度ね、まとめると、まず特典は、山崎先生の LINE アットに登録してください。はい、これ、押してウェブで聞きました。IT 社長、ね、登録されてる方に対して全体配信で、はい、LINE かけるインスタのスタートダッシュマニュアル、集客のスタートダッシュマニュアルを、まず特典で送ります。これ、はい、送ります。こちらの LINE ですね。これ、IT 社長の LINE では、登録、もらえないので、まだこちら、山崎先生のLINE に登録していない方はまず登録してください。はい、登録してください。で、18日と19日ね、うん、非常に限定された人数ですけども、LINE かける、はい、インスタ術のワークショップのセミナーがありますと。はい、4ヶ月ぶりですよ。4ヶ月ぶりにあると。でもインスタって言ったら、でも今回初めてですね。初ですよね、ワークショップといえば。がっつりやるのは。はい。はい。で、18日と19日、うん、ね、東京が18日、うん、大阪が19日に、ね、はい、セミナーがありますので、こちらに参加してください。その参加方法は、また、
そちらもですね、この LINE アットからのみ、山崎先生の LINE アットからのみですね、はい、このセミナーも募集することができますので、はい、必ずですね、こちらの方にね、登録していただきたいと思います。本当に一瞬で埋まると思うんですよね。僕の LINE アット、昔から登録してる方とか、なかなか僕のセミナーに参加できてない人非常に多いんで。そうですね。なんで、ぜひね、だから今、本当皆さんね、この時間作って、このライブね、参加された価値がありますね。うん、このライブの方、ライブ見てる方からね、優先して、配信をさせていただきたいなというふうに思ってますので、はい、ぜひね、チャンスがありますので、これ今200何人の方はね、来やすいと。そうですね。でもここだけでも200何人いますからね。すごいですよね。まあ、ここだけで、まあ、十分埋まっちゃうだろうなっていうふうに思いますので。確かに、数十人規模でしかできないんで、今回も会場の都合で。で、まあ実はね、この、まあまたここだけの話ですけど、まあ言っちゃいますかね。はい。まあ、もう12月でね、この山崎先生の講座も一旦ちょっとね、より結果を出すためにね、一回締め切ろうって。そうなんです。今のちょっと熟成に一回ちょっとこう、うん、実践会とかね、やっぱ直接見るのって人数に限界がありますから、はい、その人数がいっぱいになってるからちょっと締め切ろうっていうので。そうです。うん、僕はずっと LINE 学科、LINE 学科って多分ね、YouTube 見てくれてる方とか、LINE とか撮ってくれてる方っていらっしゃると思うんですけど、LINE 学科をですね、一度、もう今月で、来月、あ、今月か。はい、うん、今月で締めます。募集停止をするということもありますので、はい、まあ、これ興味がある方だけですけどね、そのセミナーの後に、まあ、説明会もね、うん、最後の説明会、にね、一旦ちょっとさせていただきたいと思いますので、そういったタイミングでもあるので、ね、ぜひちょっと一回、この、切るタイミングでね、まだ、今まで来れなかったことはね、ぜひ来ていただきたいなと思いますね。LINE学科も1年以上続いて。そうですね。もう、とりあえずは今年で、もうクローズという形でさせてね。まあ、一旦ちょっとこう、まあ、うん、今の熟成、ね、こう、濃い形でこうやるっていうのは今回ね、はい、まあ一旦、ね、なりますよね。まあもう本当になんかこう、いろいろ僕らも新しくなっていくので、まあまた進化していくということで、はい、今回一回ここでね、まあ、最後となりますので、そうなんですよ、まあ、ぜひね、最後会いに来ていただけたらなと思います。とかね、あと LINE 学科、結構興味あるっていう人も多くでですね、で、まだ電話もできてない人もいるんですよね。なんで、LINE 学科、興味ある、あ、値段は、ちゃんと、今のままの状態ですけど、今月ね、はもうそれでクローズドするんで、まあ、もしセミナーね、来れない方なんかはね、まあ、電話コンサルをね、うん、予約をしていただいたりとか、まあ、その詳細を知りたい方は、LINE 学科に対して詳細知りたい方とかは、ぜひもう、LINE で、詳細とか、うん、まあ、LINE 学科に対する詳細って送ってくださったら、それはもうお話しさせていただくということですね。なんでも、今月いっぱいで、一応もう今の形は全て終了と。もう今までのこの LINE 学科は全てもう今回終了になるんで。まあ、そうですね。だから、うん、寂しいですけどね。そうですね。本当に。ということで、はい。長い間ね、皆さんちょっとセミナー、はい。見ていただいて本当ありがとうございました。いや、ありがとうございました、もう。あ、みんな、これ参加行きますって言ってくれてる方結構いますよ。大阪行きますとかね。おー、嬉しいですね。やっぱもう久しぶりなんでね、めちゃめちゃ久しぶりなんでね。うん、僕もしっかり喋れるかなというところですけど、まあ皆さんのためにちゃんとなるようなお話をめちゃめちゃ入れていくんで、うん、ぜひね、はい、楽しみにしておいてください。はい。それではね、長い間見ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。